パリ五輪の男子サッカー競技は現地時間8月2日に準々決勝が行われ、大岩剛監督率いる U から23日本代表は仏リオンでスペインと対戦。0対3で敗れ、ベスト8での敗退が決定した。元日本代表 DF 安田道氏は56年ぶりのメダル獲得を逃した中で、世界との差を埋めるために日本サッカーが取り組むべきことを指摘した。 スペインに強さを見せつけられた日本は立ち上がりから優勝候補と互角に戦うも前半11分、MF フェルミン・ロペスにゴール正面で前を向かれ、そのまま強烈な左足ミドルを許した。追いつきたい日本は前半40分、左サイドで DF 大畑歩がボールを持つと MF 藤田ジ,ジョール千葉を経由したボールがペナルティーエリア内の細谷へ。 相手を背負って受けた細谷は力強く反転して右足ミドルを蹴り込んだしかしビデオアシスタントレフェリー VAR の映像チェックで細谷の右足がわずかにオフサイドポジションだったとされゴールは取り消しとなった後半からさらにニアを上げたかったが敵陣に迫る回数を増やしながらも後半28分にコーナーキック CK からの流れでロペスに決められて失点 残り5分を切ったところでセットプレーのこぼれ球を FW アベル・ルイスに蹴り込まれダメをされた。56年ぶりのメダルに手が届かなかった。東京五輪では準決勝で敗れたスペイン、また強豪が日本の前に立ちはだかった。安田氏は、すべてにおいてサッカーは欧州中心で回っている。そこに近づくためにはやっぱり J リーグで活躍して。 できるだけ早いうちから海外に行かなければならない。だって、欧州ではアンダー世代からチャンピオンズリーグとかやっている。世界のいろんな国と戦う環境にあるし、先輩が欧州の一流クラブで活躍している。サポーターの目も厳しい、と、まだある、さ、を指摘した。その、さ、を埋めるためにはどうしたらよいのか。 日本サッカーもものすごいスピードで成長していると思うけど欧州も成長止まっているわけじゃないだからそこに追いつくためには相当な努力をファンサポーター含め日本全体でやっていかなければならない日本も U19 のアジアチャンピオンズリーグ ACL とかアジアを巻き込んでやっていけばいいと思う J リーグも202627シーズンからはシーズン移行が決定している 4年後にはどのような未来が待っているのか。課題はまだまだ山積みだ。プロフィール安、安田道博。安田道広、1987年生まれ、兵庫県神戸市出身。ガンバ大阪のアカデミー出身で2006年にトップチーム昇格。プロ1年目からデビューを飾り、2年目の2007年ではナビスコカップのニューヒーロー賞を受賞。 大会 mvp も獲得した2008年には北京五輪メンバーに選出2011年からオランダ一部フテッセでプレーその後はジュビロ岩田サガントスヴィッセル神戸名古屋グランパスと国内を渡り歩き韓国を経てアルビレックス新潟ジェフユナイテッド千葉松本山雅 FC とさまざまなクラブを経験日本代表としては7試合に出場し1ゴールをマークした